万座、風和口駅は、群馬県安妻郡群妻子村大麻神原にある、東日本旅客鉄道阿賀妻線の駅である。妻子村の中心駅で、万座温泉と風和温泉の最寄り駅。駅名決定に際して、両温泉が、お互いに、自らの名前を主張し、譲らなかったことから、折衷案として、現在の駅名となった。なお、当駅を発着していた国鉄バスでは、 車両の側面方向幕において、当駅を満シカ口と省略して表示していた。大半の列車が当駅で折り返しとなり、あがつま線の終点である、自駅の大前まで運転されるのは、現行ダイヤで折り4本上り5本のみで、日中は6時間以上の間隔が開く。なお、2016年3月のダイヤ改正で、特急、草津の当駅への定期運行がなくなり、 定期列車は普通列車のみとなった。名称に、が入る数少ない駅であり、JR の鉄道駅では唯一である。ホーム短式ホーム一面一線を有する高架駅。ホーム上に、待合室を有するほか、1階にはトイレを備える。エレベーター等のバリアフリー設備はない。構造上、当駅では、列車留置ができないため、羽生駅、または、 長野原草津口駅へ改装されることがある。長野原草津口駅管理の無人駅、簡易水化改札機が設置されている。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替として、もしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年に営業終了し撤去された。その後指定席券売機が設置されていたが、無人化に伴い2017年に指定席券売機の 営業を終了した。JR 東日本によると、2000年度から2015年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。バス乗り場西武観光バスと上田バスが軽井沢、万座温泉、草津温泉、上田駅方面に運行する路線が発着している。過去には JR バス関東が、風和温泉方面に草軽交通が、 草津温泉方面に運行していた、注釈出店。ありがとうございます。